人生すべてが暇つぶし。はい、ワンキルです。本日は本格やお茶を味わえるお店東西をご紹介していきたいと思います。スカイラークグループが新たに展開するお店となっておりまして、まだオープンから日が浅いこと、また店舗数が少ないこともあり、皆さんの中でも知らない方がいらっしゃるのではないでしょうか。ただ侮るなかれ、なかなかに本格中華となっております。店頭に並んでいるオリジナルアイテムからも本気度合いが伝わってきますよね。結構器とか可愛いです。着席後すぐに提供されるお茶一つとってもこのような器になっており、ヤム茶感が高まってきます。ファミレスなんだからセルフサービスなんでしょと思った最初の飲み物ですら、こういう形になっていると気持ちがヤム茶を食べに来たんだな、中華料理屋さんに来たんだなという感じがして非常に上がってきます。メニューは様々な方に対応できるよう食べ放題セットが3つ、選べるヤムチャセットが3つとなっております。今回は C コース、満腹に食べたいならこのコース一択です。全ての商品がほぼ食べ放題となっております。 A コースはヤムチャだけ、 B コースはさらに多い前菜も、 C コースはご飯系もいっぱい食べたいという方に向いていると思います。はい、前菜が出てきました。一口二口で食べれるサイズ感がいいですね。ほかほかのヤムチャをドーン。思ったよりも水分は出ない感じでした。それ以外にも変わり種のヤムチャをたくさん堪能することができました。おすすめは普通の小籠包。最後に紹介するのは麺ですが、とんでもない量です。ボリューム感があって食べ応え抜群です。ぜひ皆さん行ってみてください。それではまた。